第4章第1次上田合戦徳川来襲武をもって天下を治る魔王織田信長の悪逆ともいえる諸行の是非はともかくその武によって長く続いた混沌の時代は収束に向かいつつあった。しかしその魔王の体は家臣であった明智光秀により本能寺の豪華へ投ぜられその夢は幻のごとくに消え去った。信長亡き後天下の趨勢は光秀を破った豊臣秀吉へと傾くがそれに伴い日の本は再び戦乱の世に舞い戻ることとなる。一方信長の魔力に見せられた信行の仲立ちにより一時的に織田へと服属していた真田家は信長の死でにわかに勢いづいた北条上杉徳川に丘陵たる上田の地を脅かされる。そうした中で雪村そして真田家は今まさに進むべき道の選択を迫られていた。上田城主真田昌幸殿に次ぐ信長公亡き今もはや真田にはこの戦乱を生き残る力はない。なれば道はただ一つ、直ちにこの城を明け渡されよ。真田はわしが師と仰ぐ信玄公の旧臣、悪いようにはしないと約束する。上田の城も民も真田に代わりわしが守ろう。それが亡き師に報いるわしの誠だ。言ってくれるね。律儀者の正体見たり化けたんき。乱れに乗じて旧武田領を平らげおって腹かい。すでに徳川軍は城を取り囲んでおりましょう。いかがなさる、親父殿。そうさな、徳川に作ってのも悪くない話かね。家康は信玄公も一目置いたほどの物の気だ。器は確かさ。秀吉に並び立ち天下を競うのはやっこさんとも言える。では徳川に下りますか。そいつだけはごめんこむるね。ありし日に出会った人でも徳川に着くのは構わんさ。だが上田の城は渡せん。ゆるりと周りを巻き込んで絶対無欠の役職を高く天へと掲げる。ご清聴恐悦至極にございます。奇術の策に惑わされるな。数で囲み押し潰せ。わしはかつて三方ヶ原で信玄公に敗れ初めて己の小ささを知った。そしてこの世界の広さ以来信玄公は我が心の師。師が残した信濃深いの地を秀吉殿の拳から守れるのはわしだけだ。やれやれ、親方様も罪作りなお人だね。肝心なところ伝えそびれていったんだから。上田はこの正幸が親方様から託された城よ。
この正幸が親方様の思いを継いだ約束の地よ。かなあ垂らしたガキ大将どもに「はいそうですか」と渡していいもんじゃねえのさ。信濃の志士真田信之、なんという道理。親父殿はそのような小さき道にこだわり、我ら真田の道を危うくするおつもりか。小さき道だと？さよ、亡き者の意を継ぐ道はあれど、その道が歩みを妨げ行く末を惑わすならば捨てるべきだ。ここにもいたかい、図体ばかりの鼻垂れが。せがれ殿とは一度膝つき合わせて話し合わにゃならんな。なに、そう難しい道理じゃない。総理温めるより簡単さ。そん時はお主と雪村と親子三人、湯にでも浸かりに行くかね。親方様とっておきの隠しゆえさ。はいよ、ひるまず押せ。我が軍の勝利は目前ぞ。まもなく援軍も到着する。お前たちに勝ち目はない。これが最後の勧告だ。直ちに降伏せよ。ここで援軍と冗談は義姫様なんつって。こっちも秘密兵器の出番かね。誰か一っ走り頼むわ。雪村のもとへ。様からの伝令では敵方の増援までもはや猶予もなし。急がねば風よりも早く。しかし親父様が申していた通りの事態となった。徳川殿が天下を望むならば必ずや上田を攻めると。徳川殿は義のあるお方、そう信じていた己の未熟を恥じるばかりにござる。今や戦国の炎が再び世に燃え盛らんとしているのか。敵衆、真田の援軍か。通すな、そやつを通すな。妙だ、増援にしては敵の数が少ない。だがそれらしき隊も他には見当たらぬ。
あれは？増援部隊設置完了。部隊は作戦通り上田城要所へ攻め込むのだ。よし、やってくれたか忠勝。これで勝敗は決した。正幸殿、決断を。文字通り降って湧いた援軍ってか。いやー参った。いくら小せがれ殿でもこいつは防ぎようだな。ここまでか。らしくないね。苦しきの劣勢、せがれ殿なら一蹴りで散らしてくれるってなもんだろ。そのように俺や雪村を頼みにして地を這い進むがあなたの道だ。いいな、進んですらいない。激動する力に翻弄され己の道を失い、前に進むことすらままならぬ。それが真田昌幸という男の本性だ。そりゃまた随分と厳しいね。だがそういう話は連中を片付けてからにしよう。信玄公の意志を継ぐほどの器量はない。巨大な流れに逆らい己が道を行く力もない。いい加減にせんか信行。このままでは真田は弱き者となる。弱き者は新しき世を前に滅ぶ定めにある。そこまで申さばせがれ殿、お主に問おう。わしが弱き者だとして強き者とは誰だ。いかなる力にも屈することなく己が道を前へと進む者よ。織田信長のようなか。そうだ。そして徳川家康もまた強き男だ。ほう、家康が。だが奴は信玄公を師と仰いでいるのではなかったか。ならばわし同様、お主の言う小さき道にこだわるものではないのか。違いが分からぬと申される。その事実が先へ進まぬものである何よりの証。このまま道半ばでとどまれば真田は滅ぶ。だがそうはならぬ。この信行が許さぬ。いやる、何を言っても今は無駄かね。見定めた、信行。是非に及ばず。親父殿、俺は先へ行く。誠の道を走り、日の元を照らす誠の物の布となるために。誠の道ねえ。たく、どこでどうたがえたのやら。さらばでござる、親父殿。バカ野郎。